こんにちは。今週の石鹸ニュースは、アステラスが2021年5月26日に発表した2021年度から2025年度までの経営計画について紹介していきます。今回の経営計画で設定した定量目標はこちらとなります。この5年間の取り組みの中で、売上高 1.8 兆円、コア営業利益率 30% 以上、販管費率 21%、 研究開発費率 19% を達成し、株式時価総額を7兆円にまで引き上げることを目指しております。株式時価総額を2020年度から約4兆円も上げるためには、売上高の増加が必須となりますが、アステラスはこの5年間の年平均成長率を 8% で成長していくことを示しております。 IQ ビアは今後5年間の世界医薬品市場の年平均成長率を 3-6% と推計しておりますので、この 8% という数値は比較的攻めていると言えますが、イクスタンジや重点戦略製品を中心に実現していくようです。具体的な製品としては、こちらのがんを中心とした7製品で年間1500億円強を獲得しようとしております。ちなみに2025年度末までに後期臨床試験に移行させるかどうかを見極めるプロジェクト数を31も抱えており、2025年度の後も持続的な成長が見込まれております。この31のプロジェクトの中には、まだ業界の中では珍しいモダリティである遺伝子治療や再生医療などの領域も入っております。さらには2018年度から取り組み始めた RX プラスという医薬品以外の事業についても、2025年度までに現在は単独では赤字である事業を自立させ、2030年度までには3桁億円半ばの収益を獲得することも目指しております。現在はその目標を達成するために、運動支援アプリや医療機器、診断と治療を組み合わせたセラノティクスなどの事業開発を他業界の企業とも共同しながら進めております。アステラスは今回2020年度は 20% であったコア営業利益率についても、2025年度には 30% を達成するという高い目標を設定しておりますが、そのために販管費というコストに対して大きなメスを入れようとしております。新製品を発売した際は、その新たな価値を患者さんに適切に提供するために、今後もコマーシャル部分などにコストをかけるとは示しているものの、前回の経営計画の中の3年間で1000億円を削減したように、今回も徹底的にコストを削減すると述べております。具体的にはグローバル化やデジタル化などで変革を行い、2020年度にかかっていた販管費の額を維持すると示しております。アステラスがこのような高い目標を設定し、組織変革を行う理由は、2015年から掲げている患者さんにとって真に重要な価値を提供することを達成するためであります。革新的な治療法を開発し、アドボカシーなどの活動により患者さんのアクセス改善を強化して、アステラス製薬という存在意義を世に示していくようです。アステラスはこの5年間でグローバル化とデジタル化を進めるので、社員の方々は社内競争が世界規模で行われ、そしてデジタルとも差別化を図っていく必要があるということを意識しなければ、今後は満足に働くことが難しくなります。そしてこれはアステラスだけではなく、近いうちに製薬企業で働くほとんどの社員が直面する課題となることが、昨今の環境変化の激しさから考えられます。以上、今週の製薬系ニュースでした。活動の質と幅を広げていくために、ぜひチャンネル登録と製薬系のご参加をお願いいたします。